皆さんこんにちは。アレジェンツ座長の宮尾俊太郎です。福田光平です。杉野圭です。益子大和です。栗山蓮です。僕たちの対面となるサマーディナーショーが8月14日金曜日18時半よりパレスホテル東京にて開催されます。今まさに振り付けの真っ最中ですが、今回の見どころはどうですか、福田君。ですね、今回の見どころズバリパワーアップした作品の数々ですね。ディナーショーというのはどの空間もステージになりうる特別な空間なので、皆さんの後ろや横ありとれるところで僕たちが踊り出すかもしれません。体力的にはとてもハードですが、どの作品もとても見応えあるのでぜひ楽しみにしていてください。はい、そしてですね、ディナーショーといえばなんですけども、まあ距離が普段よりも近いですので、そのお客さんとの絡みといいますか、そういったちょっと触れ合うような機会もあります。昨年のクリスマスのショーではですね、パルドゥコーナーをやりましたが、栗山君と杉野君はデモンストレーションをやってもらったり、していただいたんですけども、まあ新鮮な体験だったと思うんですけど、どうでしたか栗山君。そうですね、お客様ととても近い距離で触れ合えるとても新鮮な企画でした。今年のディナーショーもまたそういう企画を用意しています。そうですね、今年もね、何らかの形でお客様とはぜひ、絡むような企画は考えていますので楽しみにしておいてください。そして話は、少し飛ぶんですけども、栗山君は10月に、白鳥の湖公園で主役デビューが決まりました。おめでとうございます。さて、話をディナーショーに戻しましょう。昨年は単語に初挑戦を我々はさせていただいたんですけども、いかがですか、初挑戦の単語。そうですね、もう本当に素晴らしいいい経験になりました。その普段僕たちが踊っているクラシックバレエとはバレエよりもその男女の距離感が近かったり、重心の位置であったり足の運び方など、その単語独特の動きに最初はちょっと苦戦もしましたが、僕たちダンサーの踊りの幅を広げてくれるとても新鮮で刺激的な挑戦でした。そして今年もですね、ジャズに挑戦するんですけども、今年はテツさんを振り付けてもらいます。このテツさんということはですね、バグザンダーグループのリーダーを務めていらっしゃいましてですね、今までのさまざまなアーティストの方の振り付けもしてますし、さまざまなジャンルのダンサーの振り付けもしてますので、きっとまた、僕たちのいいところをたくさん引き出しながらジャズを振り付けてくれるんじゃないかなと思って楽しみにしています。益子君、今回の見どころを。はい、見どころはズバリ迫力ある踊りの数々です。本当に僕たちバレエジェンツにしかできないその体力の限界に挑戦した作品が多く出来上がっているので、そのディナーショーという普段とは違った空間、そして雰囲気の中で攻めのジェンツを見ていただけたら嬉しいです。そうですね、僕も最近振り付けをさせていただいてますけども、よりお客さんは見応えのある、素敵だなと思う、面白い、迫力があるというものを追求していくと、どうしてもこう、ね、振り付けが難しくなっていったりハードになっていったりしているんですけども、まあ、その分きっと 見応えは、十分だと思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。バレエジェンツサマーディナーショーは8月14日金曜日18時半からパレスホテル東京にて開催いたします。はい、パレスホテルという素敵な場所で、フレンチのディナーやワインを召し上がっていただいて、優雅に時を過ごしていただいた後、僕たちのショーを楽しんでいただける、そういうショーになっております。昨年は終わった後には司会もしたんですが、お一人でいらした方も結構たくさんいらっしゃって、お友達ができたという方もたくさんいましたね。はい、大丈夫、今年は握手会は、今年はそうですね、ぜひ握手会というか、まあ、お見送りもぜひやりたいなと思っていますので、ぜひ楽しみにしておいてください。8月14日僕たちと一緒に楽しく熱い夏の一夜を過ごしましょう。パワーアップしたステージにご期待ください。お待ちしてます。